はい、今日学んだ百姓天国、本日は7月17日、はい、水曜日ね。はい、つい先日ね、植えたキャベツとブロッコリーのね、防虫ネットまだ張れてなかったんでね、途中で大雨降ってきちゃってね、張り直します。キャベツは低くね、ブロッコリーは高くとね、見ていただければなんとなく違いがわかるかと思いますが、どうやらもう来週はね、今週末から、今日水曜日でしょ、明日ぐらいからもう一気にね、気温が上がってくるみたいですよね。いやいや、参りますな。下がね、石ころだらけなんでね、入っていかないんですね。ちょっとだから斜めに刺すしかないですね、これね。もうこっから入っていかないですよ。ね。あ、まあ、もともと畑には不向きなところ。ね。だからといって、作らないというわけにはいかないんでね。よいしょ。今うねまにこうやって水溜まってますけど、まあ暑くなればそのうちね、乾いてどっか行きます。はい、いよいよね、秋冬が始まりましたね。よいしょ。発着まで1週間、あんまり暑ければね、黒缶列車を張ろうかと思うと、とりあえずはね、これで様子見て、来週からは多分もうカラッカラになってくると思うんでね、この湿り気を利用してね、マルチ張ったりね、いろいろやってですね、さあこれでもう7月の終わりから8月にかけてはね、一滴も雨が降らない時期がね、おそらく続くでしょうから、さあここら辺からが勝負が始まってきますね。雨がちな天気からね、一転してカラッカラ天気とね、まあそれでも普通にね、野菜を作らなくてはいけないのでね、我が農園は節野菜ですからね、いつも言うように7月は野菜ありましたけど、8月は野菜がありませんって、そんなことは許されないわけでございましてね。無農薬で野菜を作るのが難しいね、そんなことはありません。
ね、そんなことはもうとっくの昔に終わりました。そうじゃないです。毎月ね、安定して十何品目を作るのが難しいんですよ。それを無農薬でということでね、はい、普通に野菜作るんだったら別に全然難しくないでしょ。観光の方がおやりになっているようにですよ。先月は大雨、今月はカラカラ、その中でも普通に野菜を作るということですね。それができるかどうかという話になるわけでございまして、それをやらなきゃいけないんですね我々は。あるいは我が農園はそれを30年やってきてるわけですね。同じ気候っていうのは一日もないわけでございましてね、その中でね、同じパフォーマンスを発揮するね。だから一番大事なのはルーティーンなんですよね。ルーティーンを崩さないね。足つって以降も体調は史上最悪でございましてね、なかなか回復しません、だけれどもは関係ないんですね。それは野菜とは何の関係もありませんので、自分の体調がいいとか悪いとか、どっかがね痛いとか痛くないとか、それは全て無視していくんですね、はい、それは畑とは関係ないのでね、ましてはお客様にも関係ないので、ね、そういう仕事でございます。当たり前ですよね。両親が今日ね帰得ですとね、でも俺は今日舞台に立たなきゃいけないと、なんとこの舞台は喜劇だとね、三谷幸喜さんあの脚本の書いたね、客がどっかんどっかん笑う喜劇だとね、親父はあちら側に行きそうだとね、いろいろちっちゃい頃から思い出して涙が止まらないね。だけれども俺は今日はね、喜劇を演じなくてはいけない。それが舞台役者の仕事でしょ。同じですよね。もう俺あのヒット曲は40年前なんだとね、40年前のね、デビューして3曲目のたまたまあの曲が、あの適当に書いたバラードがなんだか売れちゃって、今俺はこうやってそれを仕事としてるけどね、40年前の適当に書いた歌で俺は40年間歌ってるんだとね、もう歌いたくないとね。そうでしょ、それですよね。でも仕事があるということはそういうことなんですよね。だからもう俺は歌いたくない、そんなこと関係ないですよ。需要があるんであればそれは仕事としてやらなきゃいけないんですよ。そうでしょ、自分が歌いたい 歌いたくないってことを決めるわけにいかないですよね。それが与えられる人はほんの一握りでしょ。だから敬愛する佐野元春さんはもうサムデイは歌いたくないんだとね言った時にね、渋谷陽一にこっぴどく怒られたわけですよ。いや歌わなきゃダメだよ佐野くんとね、みんな何しに来てるのか、サムデイを聞きに来てんだよって。だったとしたら君は歌わなきゃいけないんだよサムデイを、そして永遠に歌い続けなきゃいけないんだよってね。あの佐野元春さんがね、俺生で聞いてたんですよそれをね、あの佐野元春さんがね黙り込みましたよ。そうなんだってね、そういう仕事です。どれだけ華やかに見えようともね、俺はもともと守備の選手だったんだと、でもたまたまね上がっていってね、目の前にボールが来たから打ったら、あここは割れてんなおいいいシュートが入ったと。それ以来なぜか監督は俺をフォワードにやらせるんだと、フォワードはしんどいんだと、俺は守備の方が好きなんだとね。だけども今シーズン終わったらね、俺はリーグ得点王になっちまったと。そしたらもうそれからずっと俺はフォワードだとね。守備の方が楽だぜって、フォワードはだって1日1試合ね、2点1点2点絶対取らなきゃいけない、俺はもともと向いてねえんだと。だけど役割が、いやお前は点取り屋なんだと、センターフォワードで守備なんかしなくてもいいから点取れと言われるわけですね。え、理不尽ですよね。世の中というのは本当に理不尽だなと思います。やりたい仕事が回ってきてそれをずっと最後まで貫ける人なんか何パーセントもいないですよね。 1% いないじゃないですかね。その中で
我々はパフォーマンスを発揮しなきゃいけないわけです。私も同じなんですね。農業向いてないんですよ皆さん。私本当に向いてないと思った。もうでそれは私の当時の研修生のね同僚たちに聞いてみてください。百姓農園さんは本当に卒業してから畑借りて農家やると思いましたって、いやいやあの人はやらないでしょうって思ってましたけどって、みんなそう言ってましたよね。そんなもんですよ。まあ俺はやる気でしたけど、でもそんなのはわからないんですよ他人にはね。いつも暑い時は保冷庫に入ってねサボったりしてたんでね、いや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 本番は本番は自分で土地借りてやるでしょってね。まあ気づけばそっからね30年経ちました。いやあっという間でしたな。そして終わりが見えてきております。あと何年私は畑仕事ができるでしょうかね。今年2024年ね、新規就農5度目の場所で3年目になりました。つい先日足がつって、どうやら終わりのリミットが思った以上に早く来そうな気配がしております。衰えく体力、動かない足、それでも気力を充実させて畑をやっていかなくてはいけないね。今までになかったテーマですね。今まではねとてもシンプルですよね。倒れるまでやればいいんだと、地平と吐くまでやればいいんだと、僕にとってはそれはとってもシンプルでね、決して難しいことではないです。そう思ってずっとやってきたしね。水商売をやった時に、水商売の世界でね努力なんかする人なんかいないんですよ。みんな遊びに来てるからね、チャラチャラしてるわけです。でも僕はそれを仕事としてね取り組んで、バーテンになろうと思ってお酒のレシピを覚えてね、バーカウンターね、出勤の1時間ぐらい前に来て、空の瓶にね水を入れて、自分でテープレコーダー吹き込んでね、ジントニック、シャーリーコリンズ、トムコリンズ、ウイスキーサイダー4つか5つかのオーダーをテープに吹き込んで、ランダムにねそれを押して、で聞いて、そして停止ボタンを押して、それから一気にね後ろに並んでる酒瓶からこうやって中に水をね、本当の酒を使うわけにいかないからね、オーダーが通ったら全部今言ったカクテルね、同じお盆の一つねに乗っけて出さなきゃいけないわけです。ファーストオーダーですからね。ということは順番に一気に作らなきゃいけないわけね。これはもう練習するしかないんですよ。それをガンガンやりましたね。普通の人はそれ覚えるのね結構半年とか1年とかかかるんですけど、僕はなんとかね3ヶ月覚えてね、でカウンターに立ちましたけど、努力するっていうのは簡単なんですよ。何も難しいことはないでしょう。頑張ればいいんです。地平道吐くまでやればいいんです。僕にとってそれはね努力という範疇のものではありません。全然難しいと思ったことはないですよ。農業だって同じですよ。何？え？地平道吐くまでやればいいんでしょうってだけのことでしょ。何が難しいんですか。だけどねそれだけでは成功しないんですよ、残念なことにね。皆さんだってそうでしょ。世の中社会に出て努力だけでなんとかなる、そんな世界はどこにもないね。コネで成功するね性格のやつがどんどん出世する、どうなってんだ世の中とね。それが世の中でしょうね皆さん。理不尽極まりない。
ね、今までもそうだし、そしてこれからもそうなんですよ。ですよね。よいしょ。よいしょ。しょうもないこと言ってますけど。そして今私はね、新たな段階に入ったわけですね。どんどん体力は衰えていって、やる気はなくなっていくわけです。だけどもモチベーションは維持しなきゃいけない。これは難しいですね。本当に難しいと思います。それをね、僕はやっていかなきゃいけないね。年を取るっていうのはそういうことなんだということがね、今ひしひしと僕は、かつてね、そうやってまだ僕が若い頃にね、引退していった先輩方ね、そういうその畑をね、僕は借りてどんどん広げていってね、その時にはそんなことは思わなかったわけですよね。だけど今そのね、足を引きずりながら、どうや畑やってくれんかい百姓農園くんってね、あのおじいちゃんたちのあの心境がね、僕ね今痛いほどよくわかりますよ。今度はこっち側の 番に自分が回ってきたってことですよね。はい因果応報、巡るものは必ず巡るわけです。はい、今ね、黒キャベツとかいろいろカリフローレね、やってます。この辺にね、またトラクター持ってきてマルチあって、もちろん畝間は全部ね、ま、あのマルチで抑えてね、まあできるでしょうかって話なんですけどね。はいはい、以上でございました。皆さんもね、お体気をつけてお互い頑張っていきましょうね。農業という仕事はそういう仕事ですね。いろんな場面があるんですよね。いろんなスペックがあるというかね、調子がいい時もあればそうでない時もある、ね、で常にそのそうでない時に備えなくてはいけない、ね、それが準備がね、周到であればあるほど気持ちが穏やかでいられるわけですよね。はい、いずれあなたもね、60になり70になり80になり何歳まで、ね、農業をおやりになるか分かりませんけど、それをね、40代50代ぐらいからイメージしてね、若い時はガンガンやればいい、ね、それがでもいずれね、60になってスパッと引退してね、ハワイに移住ができるんだったら、それはあなたは勝ち組でしょうけどもね。はいはい、以上です。それではまた。